はい、どうも皆さん、トライアングルです。現在ちょっとね、クリエイティブにしていたんですけど、とあるものを作っておりました。はい、それが、ん？あ、ゾンビか。あ、村人ゾンビさん、ごめんね。はい、それがこちらですね。はい、富士の花があるんですけど、これ一応目印です。ただの目印です。はい、なんですけど、このピラミッドの中、実はですね、ちょっと入ってみますか、このピラミッドの中。このピラミッドの中に入ると、なんと、はい、びっくりした。これ一応クリエイティブでちょっと作らせていただいたんですけど、まあ、無惨様のね、一応体内をイメージさせていただきました。で、この、本来は宝箱があったんですけど、全部壊して、まあ、無惨様の体内をイメージしてみたんですけど、こちら、はい、後ろ、こちらですね。ちょっと作らせていただきました。まあ、この鬼シリーズ、どうしてもね、やっぱりまだクリエイティブでというか、コマンドでしか、まあ、無惨様、まあ、強いて鬼の王の、血鬼術を使えないと。まあでも、その、やっぱりせっかくなら使いたいじゃないですか。でもかといって、じゃあ使います、コマンドで、はい、みたいな感じだと、やっぱりちょっと、その、貴重さもないので、で今回はですね、まあこのチェストの中、はい、何も入ってないんですが、上限の鬼の血鬼術、上限すべて、そして、鬼殺隊の、日輪刀およびもしくは羽織、どちらでもいいので、そのどちらかを、要はまあ、あの宇髄さんの刀がない、でもその代わり宇髄さんの羽織で代用して OK っていう形ですね。で、全ての鬼殺隊、柱とかかまぼこ隊合わせた鬼殺隊全ての、素材をこのチェストの中に入れて、さらに上限も入れて、こちらの、無惨様の、これ出してみましょうか。はい、こちら。鬼の王。まあ、一応鬼の王なんですけどね。はい。の血鬼術を入手することができるという、仕様にしてみました。ちょっとね、鬼殺隊の、あの、刀とかは大変かもしれないんですけど。まあ、そこは、なんとかちょっとドロップ増加というか。出られないよーちょっと待って、これ、構造ミスだな。ちょっとここ、あ、まあ、ほとんど来ることないからと思って、ちょっとあれなんですけど、ちょっと申し訳ないです。ちょっと見た目悪いですけど、あの、ちょっと、あの、木を置かせていただきます。はい。まあ、こんな感じで、ちょっと、なんだろうな、自分なりのやり込み要素というか、というものをちょっと作ってみましたので、だから今後は、まあ、上限に関しては多分、絶対確定で落とすから、いいんですけど、柱とか、その、に関しては、ドロップ増加。それをつけて、まあ、その増加率を上げて血鬼術とかで、あれ、弱らせて、最後には攻撃で倒してドロップ増加の効果を得るみたいな形。わ、すごい走ってくる、かわいいね君。あ、かわいいね、さよならだ。なので、ちょっと今日はエンチャントももちろんしたいんですよね。ダイヤモンドがいっぱいあるし、でダイヤピッケルあるので、まあ、黒曜石探してエンチャントして、本もあるもんね。本も40、45か、もうちょっと欲しいな。もうちょっと本欲しいので、ちょっとあの他のところ探して、あと、こちらですね、この鬼殺隊、この鬼殺隊に対しても装備が欲しいので、これですね、チェストプレート、耐腹、この耐ん、ね、痛い、何痛いよ、どっかからスケルトンで私は狙われている、しかしいたわー、目の前にいました。はい、なので今日はちょっと柱倒したいな。うん、で炭治郎も、いや、まだまだ違う、まだ違う。玉子はダメ。まずは、いろいろ倒さないといけない。まずは、あれよ、あの、上限の、あれ、あの、海学とか、牛太郎。そこら辺をまず倒さないといけない気はするから。でも、すごいちょっと、あれですね。個人的には、目指すべきものができたので嬉しいかなと。はい、あの、あそこにずっと置いてありますので。はい、あの、まあ、全然座標とかもね、また動画見返せば、全然あそこに行けると思うので。まあ、かなり遠くに行って、また全てが集まったら、あそこに、まあ、納品してゲットするっていう形でもいいのかなと、はい、思います。ん？ん？ 何これ？え？ちょっと待って、何これ？何この、なんか、明らかになんか、その、埋まってんのか？なんか僕にエンチャントさせるために出てきたようなものがありましたが、あった。はい。いやー、これに確
闘ダメ、ちょっと待ってくれよ。格闘さんがこれにあっても取り出せないよね。あれ出せないよね、確かこういうのって。いやー、もったいない、マジでもったいないんだけど。まあいいか、じゃあな、これでいいかな。だいぶ、うん、5個あればさすがにエンチャントテーブルは作れるので、どっかで、あー、やっぱり拠点っていうかしっかりしたところ欲しいな。あー、ここに住むのはここいいんじゃない。やっぱり鬼編ってその鬼殺隊襲来が怖いんですよ。そう考えると、こういうのがあればここだったら四方から敵が来ない、かつ見渡せる。あ、いいかも。ここさあ、ここでこの機能のが役に立つ。まあ、とりあえずこんな感じですね。はい、まだあれだけど。で、エンチャント台を、エンチャント台どうしよっかな。まあここでいい気はするけど、ドーンってやっちゃう、部屋感なくなるけど、いいよね。とりあえずじゃあちょっとエンチャント台作っちゃいましょう。はい、ありがとうございます。これでどこら辺もど真ん中にダーンと置いちゃいます。はい、でこっから本が44冊じゃ多分足りないよね。何個作れる ?7 個か。やっぱ木が足りない。圧倒的に木が足りないので。でもいけるか、意外と本棚ギリ足りるか足りないかぐらいだね。よし、これでとりあえず木は足りるから、あとは本がどうかな。7でしょ、だあと7だから8か。8、まあ最悪サトウキビを。さあどうだ、だっだー、足りないか。あと1冊です。牛くん、君の皮が欲しい、ありがとう。これあれだね、ブーツにあの氷の上を歩く品津川さんだ、品津川さんがいる。ちょっと待って、これはベッドでさすがに寝よう。これはベッドで OK で、これでリスポーン地点設定して行くぞ、品津川さんやろう。ちょっと待ってよ、ルイ君の決起ですね、脱皮かな。ちょっと待って、ルイ君のお姉さんのはなしにしたいから、行くぞ、これでいいね。一応日輪刀で何色か、黒刀か、脱皮、おらー、だっ、知らずか、勝ったー、余裕、めっちゃ強くなってるかも私、もしかして、やったぜ。まあ、黒刀がやっぱりちょっと強すぎるっていうのはあるかもしれないけど、よし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 。で、ちょっと待てよ、ベッド、ちょっと待って、置いてきたわ。で、これとこれでとりあえず本ができて、で、本は本棚で1個できるので完成です。よし、さあこれで黒刀が、ダメゾーカさん、これは一緒なんだね。じゃあ、あとなんだ、ルイくんの関係ないか、大福だね、大福とこのダイヤのレギンス、これは今後使っていくやつだからちょっと見てみようか。耐久力3、これありがたいけど、大福、あ、これ一緒か。あー、ダメージ軽減3ね、うーん、ちょっと違うかな。よし、とりあえずまあそこ拠点にするけど、エンチャントでまず必要なの、ダメージ軽減とかもちろん、ちょっと待って、あれゾンビ、ちょっと待って、松明たこう、うん、松明作って、さすがにね、このゾンビの湧き方ちょっとエグすぎる、うん、エグすぎるので、ちょっと待って、やばいな、お助けマンが来たぞーい。あ、
やめてくれーやめてくれー、俺がな、頼むやめてくれー。あ、危ない、ちょっと待って、ほんとにちょっと、ん？ラブファントム？なんだい、ちっちゃい子供よ。大きく。あー！大丈夫、やっぱ強いぞ、おら、よーし。どうだ。なんかありますが、ちょっと待ってくれ。え、もしかしてこれも暗示は暗示ない、暗示ないけど、え、あ、暗示ないんだこれは。あ、あった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 、暗示きた、暗示きた。ちょっと待って、ちょ、無惨様の顔とちょっと相まってやばいことになってるんだけど、なんかこれ結構意外と、これさ、ちょっと無一郎くんとも戦っていいですか。なんか勝てるわ、全然負ける気しない、ダメージをなんかね受けないんですよ。いけ、あれ、どこ行った。あ、ちょ、かまぬと戦わないで僕と戦って、ほら全然ね、お、来いよ、お、来いよ。あー、食らう、ごめん、嘘ついた、ごめん、嘘ついた、やばいやばいやばい、ちょっと待って、ごめんごめんなさい、嘘、めっちゃ食らうやん、めっちゃ食らうやん、めっちゃ食らう、全然食らわないと思ったけどめっちゃ食らうやん、ちょっと待って、やばいやばいやばい、倒した、いや倒してない、倒してない、やばい、ちょっと待って、めっちゃ食らったわ、5ぐらい食らった、ガッツリ食らった、ガッツリ食らった、やばい、ちょっと待って、しかし、いや、やばいやばい、ホップホップ、ごめんなさい、調子乗りました、調子乗ってました、強いです、強い、強かった、危ね、ちょっと待って、でも負けない感じではないね、思ったよりかは。そして無一郎くんの刀は落とさずと、なるほどね、まあしゃあないしょうがない。これさ、でもダメージ軽減4とかつけたらさ、結構負けないかも、ちょっと血飲みすぎた、いやでも大丈夫なはずだよね、飲んでも多分30個ぐらいでしょ、30、40、前と変わんないぐらいだから、まあ今後上限とかね、そこら辺と戦っていくには必要、あの、もっと血がいるというか、まあ、いい勝負になってくると思いますので。はい。まあ、基本はこのルイ君の決起ですから、お姉さんのはちょっとあまり使わないようにするから。あれ、人間改学か。人間改学勝負強い。いや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 、大丈夫。人間改学は柱よりはそんな強くない。いやー、仕上げ。お、びっくりした。エンダーパール落としたんかと思ったわ。いけるね。やっぱり改学はそんな強くないわ。で、次からちょっと上限と戦ってもいいかも、次回は。次回上限と戦って、で、経験値今21なんで、わかんない。裏作業か、動画内かわかんないですけど、一応経験値を30、まあ以上ですね。30以上上げて、で、まあ、ちょっとこれでやってみるか。ちょうど落とした。間違えたね。これ、格闘か、ドロップ増加とかあっても、アンデッド特攻は悪くないと思うんだけどね。こういう感じでちょっといろいろやっていくと、あー、でも日輪と落とすわ、日輪と落としてくれるのはありがたいんだけど、これでなんかさ、ダメージ増加もしくは格闘、あー、ダメージ増加 3で、まあ4にしてもいいんだけどね、レベル上げてっていうのをやれば、 2個あれば上げれるんだけど、あー、まあちょっとこういう感じで、ガンガンやっていきたいと思います。幸運かなんかがあれば最高なんだけど、効率強化3、悪くないな。そう、今回はね、ちゃんと、あの、なんだろう、そういう、ピッケルとかにもちゃんとつけたりして、で、あの、建築というかね、斧にももちろん効率強化とかつけて、耐久力つけて、いっぱい木を掘って、まぁ、ちょっと、大きな建物とか作ったりとか、まぁ、ピッケルで効率強化作って、あと、シルクタッチ、あと、幸運とかもつけて、ダイヤモンドとか、ネザライト鉱石とか、ちょっといっぱいゲットしたいと思いますので、目標はダイヤモンドのブロックの家を作ります。そこをね、目標にやっぱりきらびやかな世界で、もう最終目標としては、すべての、まあ、無惨様の、武器はゲットすると。で、それも飾ります。で、そのためには武器全部いるから、全部武器揃えて、無惨様のアイテム揃えて、そっから家中に、さらに新たに、その、鬼殺隊とか全員の武器を揃えて、羽織とかも全部揃えて飾るっていう、ダイヤモンドの家に。ダイヤモンドブロックの家に。
もうそこら辺の勢いでね、ちょっとやっていきたいと思います。はい、パート1000ぐらいになると思いますが、よろしくお願いいたします。ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。ちょっとね、その、なんだろう、次の、まあ、バージョン、やっぱ 1.16.6 が夏ぐらいに出るじゃないですか。それまでに、まあ、ワールドの移行の仕方をちょっと覚えたいと思いますので、バージョンがもし変わっても、このワールドでできるように、ちょっとやっていきますので、できればこのワールドはずっと続けていきたい。だからこういう感じで海にさ、どんどんちょっと作っていく形にしていくかなと思います。はい、ちょっと長くなってしまったんですけど、今回この辺りで終わりたいと思います。じゃあお疲れ様でした。よければチャンネル登録、高評価、そしてベルマークですね。なんか最近通知外れちゃってるっていうか、知らない間に通知外れてるらしくて、よかったらちょっともう一度ね、チャンネル登録ボタンの隣のあのベルマークのところポチッと押していただければ、すぐ通知がいくかなと思いますので、よろしくお願いいたします。全然まあ後で見ていただければいいんですけどね。本当にいつもありがとうございます。じゃあお疲れ様でした。バイバイ。